身長を伸ばす生活習慣を続けている身長くんです。いつも必要な栄養素について話しているけど、今日はとっても大切なタンパク質について紹介したいことがあるんだ。タンパク質は他の身長先生の動画でも伝えている通り、様々な論文で身長を伸ばすためにはタンパク質の総摂取量が大事になると言われているんだ。以前身長先生が平均身長が高い国のタンパク質の摂取量について紹介したんだけど、オランダもアメリカも1日の平均が 100g を超えていたよね。そこで1日 100g 摂取する時の食事ってどんな感じって疑問に思った人が結構いたみたい。だから今回紹介しようと思うよ。参考にしてみてね。まずは朝食からだよ。目標約 100g。 朝おにぎり2個、 7.6g、 卵 8.6g、 酒 15.7g、 わかめのお味噌汁 1.6g、 合計 33.5g。 朝からしっかりと食事をする量だね。昼サラダ 2.6g、 プラスサラダ豆 9.6g、とんかつ 18.4g、 白米 3.8g、 合計 34.4g。 サラダに豆をプラスすると全然違うね。夜牛丼 19.4g、 卵 8.6g、 冷ややっこ 6.5g、 合計 34.5g。 1日合計約 102.4g。 さあみんなはこの食事例を見てどうかな。魚や肉は確かにタンパク質の含有量が多いし、新潮先生も動物性タンパク質は意識した方がいいって言ってたけど、朝昼晩と3食僕はここまでは取れていないな。朝からおにぎり2個はきついかな。身長を伸ばすなら運動をしっかりして成長ホルモンを出すことが必要っていつも新潮先生が言ってるけど、スポーツでかなりのエネルギーを使っているならもっと食事量自体が多く、タンパク質もこのくらいなら普通に摂っている人もいるよね。ただ僕と同じようにこの例を見てこんな量は無理って思った人もいるはず。摂取カロリーも高くなってしまうし、もちろん日本人はオランダ人やアメリカ人とは体格がもともと違うってこともあるからね。だから厚生労働省の日本人の食事摂取基準タンパク質の摂取量も紹介するね。育ち盛りの12から17歳くらいの男子なら60から65グラム、女子なら55グラムくらいが推奨されてるよ。これを意識した1日タンパク質摂取量が約60グラムの食事例がこれだよ。朝食パン1枚 5.9 グラム、牛乳 5.1 グラム、ロースハム 3.3 グラム、卵 8.6 グラム、合計 22.9g。 昼白米 3.8g、 豚の生姜焼き 19.1g、 わかめのお味噌汁 1.6g、 合計 24.5g。 おやつヨーグルト合計 4.0g。 夜パスタ 9.8g、 ほうれん草のおひたし 1.8g、 合計 11.6g。 1日合計約 63.0g。 こうして1日の食事をとると多いかな少ないかな、どうだろう。 100g の目標の食事例に比べると取りやすい例になってきているんじゃないかな。間食でタンパク質を摂取するのも大事なんだ。もちろんプラスして野菜や果物、それに新潮先生も推奨しているカルシウムの吸収率を上げるビタミン D、 キノコも摂ったり、他の栄養素を意識すると全体の食事量はこれ以上になるけど、多くの人には普通に摂れる量じゃないかな。もちろんこの食事例を参考にしてくれてもいいけど、今ではスマホアプリなんかで簡単にタンパク質を計算できたりもするから、自分に合った食事をカスタマイズしてみてね。僕にとってはこの 60g って無理せず摂取できる量だから、まずはこの 60g を意識してタンパク質を摂ってるよ。 100g 摂ろうと難しく考えてストレスホルモンが出ちゃうと身長が伸びにくい原因にもなるから、自分が楽しみながらよりタンパク質を摂れるように意識しているんだ。例えばアイスを食べようって思ったらシャーベットより乳製品のバニラアイスを選んだり、ちょっとしたことだけど意外と塵も積もればだよ。
それに今はプロテインをたくさん取れる食品、ドリンクなんかもたくさん出ているから手軽に取れるよね。つまり意識すること自体が大切なんだ。みんなも楽しみながら身長を伸ばしていこうよ。タンパク質をちゃんと必要量摂取して健全に身長を伸ばそう。もちろん今日伝えた内容以外にも身長先生の YouTube では様々な身長ビヨーンに関する有益な情報を配信しているから、ぜひ見てみてね。